ピエール・シェンデルフェールは、フランスの脚本家、映画監督、作家、映画監督、フレデリック・シェンデルフェールと、俳優ルドビク・シェンデルフェールの父、1928年5月5日、フランス・ピュイドイコールドーム県者・マリエールに生まれる。1940年代、まだ10代の頃に、商業船で働く。アヌシーの工業高校に寄宿生だった第二次、世界大戦中、 ジョゼフ・ケッセルの小説、フォーチューン・キャーリーを読んだことが彼に勇気を与え、真の人生の道を彼に差し示した。すべて水夫になる彼の夢のために、当時まだ海を見たことなど一度もなかったのだが、トロール量の小舟に乗り込み、そして、軍の映画局に勤めることになる。その後、インドシナ戦争で3年間、記録映画制作に取り組む、週刊グラフ史、パリマッチパリマッチの記者として、 1955年のモロッコでの革命、ラオス、アルジェリア戦争をレポートする、ディエンビエン風の戦いの後に捕虜にされ、共産主義のプロパガンダのために戦争を撮影していた、ソ連のシネアストロマンカルメンが彼に最悪なものをもたらした。1959年10月9日、ジョゼフ・ケッセル脚本、共同監督、ジャック・デュポンによる長編ドキュメンタリー映画、 ラパッセージュディアブルが公開され、監督としてデビューする。撮影監督、ラウール・クタール、プロデューサー・ジョルジュ・ド・ボール・ガール。同年、ピエール・ロティの小説を原作に撮った、映画、ラムーンチョ、ペイシェア・ディ・アイランドを2本連打する。いずれも撮影は、クタール、制作は、ド・ボール・ガール。ペイシェア・ディ・アイランドの音楽は、シャルル・アズ・ナブール。1965年3月31日。 長編映画317小体が公開、原作、脚本、監督シェンデルフェール、撮影はクタール、制作はドボールガール、主演はジャック・ペラン、その後ペランは常連化し、シェンデルフェールの息子、フレデリックの監督作にも協力している。1976年、小説家として、小説、クラブタンブールでアカデミー・フランセーズ小説大賞を受賞。 翌年自らの手で映画化。2012年3月14日、パリ郊外の病院にて永民、83歳坊つ、ありがとうございます。